ピョートル・フリスティアノ・ビチ・ビート・ゲンシュテインは、ロシア帝国の将軍、陸軍元帥。ドイツの帝国博でもあり、1834年には、プロイセンのザイン・ビト・ゲンシュタイン・ルート・ビヒスブルク公の、称号を受けた。ドイツ名は、ルート・ビヒアドルフ・ペーター2・ザイン・ビト・ゲンシュタイン・ルート・ビヒスブルク。フランツ・クリューガーによる、肖像がザイン・ビト・ゲンシュタイン家の一員で、 ロシア軍人のザインビトゲンシュタインルートビヒスブルク、ハククリスティアンと、その最初の妻のフィンクフォン・フィンケンシュタイン伯爵夫人、アマーリエの間に生まれた。1798年6月27日に、ポーランド貴族のアントニアス・ナルスカ伯爵夫人と結婚し、ま2 1人の子女を設けている。1793年に、ウクライナ系騎兵連隊所属の少佐となり、 コシチュシコ砲規の鎮圧作戦に従軍した。1798年に大佐、翌1799年に少将に昇進し、1800年にはマリウポルスキ表記兵連隊の連隊長に就任する。1805年にはアウステルリッツの、1812年の祖国戦争では、ロシア軍の右翼軍の司令官となり、第一次及び第二次ボロツクの戦いを指揮した。 ベレジナの戦いでは、プロイセン軍のヨルクホンバルテンブルク将軍の帰下に合流して戦った。1813年初頭から、病気がちのミハイルク・トゥーゾフ将軍に代わって、ロシア軍の指揮を取るようになり、リュッツェンの戦い及びバウツェンの戦いで再敗を振るった。しかし、同年4月の遠征に失敗すると、左遷されて、ドレスデンの戦いやライプツィヒの戦いでは軍団を、 指揮するに止まった1814年の戦役では、カール・フィリップ・ツー・シュバルツェンベルク将軍の下で、退仏大同盟軍の第六軍を指揮したが、バール・シュル・オーブの戦いでは重傷を負っている。1823年に、長年の軍港を認められて、陸軍元帥に昇格した。1828年のロト戦争では、ロシア軍の最高司令官に任命されたが、高齢のために辞退。 引退を余儀なくされた。1834年には、プロイセン王国により、ザインビトゲンシュタインルートビヒスブルク公に少女された。1843年に死去し、家督と財産は、長男のレフ・ペトロビチが相続した。ありがとうございます。